菊池勝人と佐々木千秋の言霊アラカルト。菊池勝人です。今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。佐々木千秋です。お願いいたします。突然ですが菊池さん、はいはい、何でしょう。二十四節気ってご存知ですか。すいません知りません。二十四節気っていうのは、まあ、今でも立春春分夏至など季節を表す言葉ありますよね、うんうんうん、として用いられておりまして、一年を春夏秋冬の4つの季節に分けて、うん、さらにそれぞれの季節を6つに、うん、6個に分けたもの、うん、はい、この1年を季節ごとに24等分したものになります、うん、で節または節気と気、まあ、中または中期とも呼ばれるものが交互にあります、うん、で太陰太陽暦のうるう月を設ける基準となっておりまして、中期のない月をうるう月としていたんだそうです、うん、ちなみに直近の二十四節気で申しますと、2月の19日頃が雨水と言いまして、うん、雪や氷が溶け雨となって降り注ぐという意味があります、うん、そして3月の6日頃が啓蟄、これ聞いたことあるかなと思うんですけども、うんうん、こちらは地中に潜んでいた生き物たちが這い出てくるという意味です、はい、こういうことでですね、この番組ではやはりこういろんな観点から言葉の魅力や豆知識をご紹介させていただきたいなと思いまして、うん、今回お話をさせていただきました。はい、さて話を戻しまして、うん、言葉を大切にするこの番組言霊アラカルト、筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんとセリフを話すという職業についております私女優佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。まず最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーは菊池勝人さんと私佐々木千秋のジェネレーションギャップを埋めるべく、とある都市の流行語や世相をご紹介していきながら、ラジオを聴きの皆様にも昔を懐かしんでいただければなと思っているコーナーでございます。さて今回はですね、1999年平成11年についてリサーチしてまいりました。それではこの20世紀最後の年1999年とはどんな年であったかと簡単にご紹介させていただきたいと思います。まずはドコモの携帯電話のインターネット接続サービスである i モードサービス、うんうんうん、これが開始されました。そして石原慎太郎さんが東京都知事に当選されました、うんうんうん、で歌手の宇多田ヒカルさんがデビューされたのもこの年です。そして乙武洋匡さんの五体不満足が400万部のベストセラーとなりましたね、うんうん、はい、私も持っていました。そして団子三兄弟、うん、はい、CD シングル歴代新記録となる約290万枚の大ヒット、うん、結構流れてましたよ ね、うん、そうだったね、はい、そして翌2000年にかけての年越しにおいてコンピューターの2000年問題、こういうのもありましたね。それでは菊池さんにお伺いしたいと思います。菊池さん、この年1999年はどういったことを思い出されますか。いや、今まさに最後に言われた2000年問題、はい、僕はちょうどこの時銀行にいた時だったんですよ、はい、やっぱりね、日本中の銀行はね、はい、自分のとこだけ問題起きたらまずいってのがあったから、はい、ものすごい1年間ぐらいかけて特別のチームを作ってそこで対応してましたね。2000年問題プロジェクトみたいにして、結局どこも問題出なかったんだけど、あ、よかったです。でも分かんなかったので、はい、みんな必死でやってましたね。僕は直接それはやらなかったんだけど、うん、やっぱりそういうのを人を選んで何かチーム作ってそこで対応するってやってました。へ、それがとにかく1999年はもう一大イベントで、2000年の元旦過ぎたら本当大丈夫かみたいなのをみんなやったから、特に1個だけ1社だけダメってなったらみっともないじゃない。みっともないとかじゃないですけど、 そうなんだ。それでみんな気にして、相当そこにこうつぎ込んでやってました。皆さんね、どの銀行さんもやってらっしゃったんですよね。コンサルタント入れたりさ、SE 入れたりいろんなことやってましたよ。じゃあ2000年になったね、2000年になった瞬間はみんなほっとしたんでしょうね、きっと。問題起きなかったからね。そうですね、うん、散々騒がれた問題は1個も起きなかったので、あれは良かったなって、まあ、結果論だけどね。いやまあでもそういう思い出がやっぱりね、思い出されますよね。本当ですね、はい。私はですね、菊池さんが1年間その2000年問題に取り組んでる間、中学3年生でございまして、私は進路に悩んでおりました。あ、そっか。はい、うんうん、
本当にどういうお仕事、どういう方向に進んでいこうかなと、もうそればっかりを考えていた1年だったのと、あとはね、まあ、ちょっと文化祭で、うん、モーニング娘。さんのラブマシーンという曲でダンスを踊ったのが、うん、一番覚えてるかなというところですかね。はい、中学3年生でございました。続いてそんな1999年の新語、流行語につきまして、その一部を簡単にご紹介させていただきます。はい、まずは雑草魂、うん、読売ジャイアンツのピッチャー上原浩二さんを表現した言葉。高校時代は控えの投手で甲子園にも出場していない上原浩二さんでしたが、プロの世界で大活躍したことからマスコミがこう呼ぶようになりました。続いてリベンジ。この年プロ野球の西武ライオンズに入団し大活躍した松坂大輔さんが発言した言葉で、その年の4月21日対ロッテ戦で黒木智弘さんと投げ合い0対2で敗北し、リベンジしますと宣言。4月の27日には1対0で勝利しリベンジを果たせました。当時リベンジという言葉は主に格闘技などスポーツの世界で雪辱する、うん、まあ、負けた相手に復讐するみたいな意味で使われていた言葉でしたが、松坂さんの発言によって一般にも広く知れ渡り、うんうん、現在では一般的に何かに雪辱する際にはよく使われる言葉としてこう市民権を得ている形ですよね。続いてカリスマ。ギャルファッションの聖地と呼ばれた渋谷109の人気ショップ店員はファッションリーダー的な存在となり、着ている服が売れるなど売り上げに大きな影響を与える存在になりまして、うんうん、カリスマ店員と呼ばれるようになりました。その後ショップ店員だけではなくてカリスマ美容師とかあった、ね、カリスマホストとか、はい、いろいろなカリスマが登場するようになりました。うん、はい、そして先ほど菊池さんもお話しいただきました、うん、西暦2000年問題。古くから使われている多くのコンピューターで容量節約のために西暦を下2桁だか囲まれているんですが、うん、これが2000年になった際に下2桁が00になって1900年と行動して誤作動を起こすのではないかという問題です。 Y2K 問題やミレニアムバグとの別名もございました。はい、ね、本当にいろんな言葉が、そして今に通ずるところも少しありますね。カリスマなんて今でも使われてんじゃないの？今もカリスマはもう当たり前のように使われているかなと、ね、そうだよね、はい、思います。うん、うん、本当に今を、ね、形作る上でやっぱり必要な言葉なんですよ ね、 あったかなという感じがしました。はい、いかがだったでしょうか。皆さんの記憶はあの頃までプレイバックできましたでしょうか。以上、プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして、現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。さて今回のゲストは人気コスプレイヤーで、実はここ市川うらら FM で毎月第2第4日曜日お昼12時から北野しおりのリアルドライという番組パーソナリティも務めていらっしゃるコスプレイヤーの北野しおりさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。頑張ります。よろしくお願いいたします。それではですね、早速なんですが、はい、まずは北野さんについて簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。北野しおりさんは千葉県のご出身、現在服飾の勉強をされながら関東圏を中心にセリナという名前でコスプレイヤーとして活動していらっしゃいます。特にゲームキャラのコスプレで人気を博しておられ、現在4000人以上のツイッターやインスタグラムのフォロワーがいらっしゃるザ・今時のカリスマ、いわゆるインフルエンサーのお一人です。現在はコスプレイヤーとしての活動をより多くの方にただリアルに、そしてドライに伝えていきたいという思いから、女優の佐藤美久ちゃんとお二人で、先ほどもご紹介させていただきましたように、ここ市川うらら FM で毎月第2第4日曜日お昼12時から北野しおりのリアルドライという番組パーソナリティも務めていらっしゃいます。さてせっかくなので、はい、北野さんにお伺いしたいんですが、簡単に言うと北野しおりのリアルドライってどんな番組なんですか？一緒に番組を作ってる女優の佐藤美久ちゃんと一緒に、はい、ガールズトーク的なテンションで、はい、コスプレとかその他の話題について話してる番組です。はいはい、へー、面白いですね。そうですね、そう気になりますよね。うん、はい、それではですね、はい、あの私もあのぜひ聞かせていただいてるんですけれども、はい、早速今回ですね、北野しおりさんの筆跡心理分析を菊池さんにアドバイスとともにですね、公開で披露していただきますが、はい、心のご準備よろしいでしょうか？はい、すごい楽しみ、自分のことよく分かってないんですごい楽しみです。ぜひ、はい、はい、なおですね、北野さんには放送直前にノーインフォメで美しい未来の幸福な様子
美しいの美が漢字ひらがなでし、そして未来を漢字ひらがなでの、そして幸福が漢字長ひらがなで様子を漢字で書いていただいております。それを菊池さんにはお渡ししております。また毎回申し上げておりますが、放送終了後約1週間程度で YouTube にもアップしていただきますので、大文字アルファベットで言霊、カタカナでアラカルトで検索してみてください。ではお待たせしました、菊池さん分析結果をお話しください。はい、じゃあまずどっから行こうかな。まずですね、これを見てすぐ分かるのは、はい、美しいという字が相当右肩上がってますよね。右肩上がりっていう表現をするんだけども、はい、結構右肩を上げて、でも垂直の線はちゃんと垂直になってますよね。この右肩を上げて書く方っていうのは結構ですね、はい、子供の時、若い時、まあ若いっていう子供の時だな、親戚とか親兄弟、まあ兄弟はないな、親だな、あるいはおじいちゃんおばあちゃん、結構保守的な人がいた可能性が高いんですよ。その人の影響を非常に強く受けてる。だから若い時は嫌だなと思ってることも経験をしてるの。ところがそういう方々が身の回りにいたので、保守的な考え方の方々のその考え方がよく分かってるんですよ、自分の中では。そうするとね、同じ年代の中でも、例えば20歳ぐらいの時から今ぐらいまでの間に分かるんです、そういう人の考え方が。そうするとね、そういう年配の方が何か言った時に、ああはいはいっていう態度を取るから分かるわけですよ。相手はなんだ分かってるじゃんこの子はっていうことで、結構特別に扱ってもらったりするわけで、いやいやおいでおいで君だけおいでみたいなことで、結局上の人から引っ張り上げてもらったりしちゃうんですよ。同世代の子はそんなことないのに、あなただけがやたらそうやって可愛がってもらえるとか、ファンがつくとか、どうしてこんな年上の人がって思う人でも、結構いやいいんだよ彼女はよく分かってるからみたいなことを言われたりする可能性が高いの。どう？心当たりあります。あります。したがって当時、僕はそれは分からないけども、その年配の方とか保守的な方がいたとしたら、その人には今改めて感謝をした方がいいよ、はい、もしご存命だったら本当に感謝してるよってことはお伝えした方がいいよ。今のあなたの基礎的な部分をその方のおかげでもうできてるから、うん、今年配の方々から好かれてるのはそこに非常に大きな要因があるよねってことが一つ分かるね。はい、それからね、未来っていう字の水平線の第一画目の上にちょこんと出てる、あるいは出てない、未来の来来るっていう字は出てないですよね、上が、はい、あと様子っていう様っていう字も結構上出てないんだよね、あんまり出てないんだよね、うん、縦線がね、うん、でこれはいわゆるね、組織の中で上に立とうっていうんではなくて、はい、みんなと一緒に頑張ろうね、いい結果出すんだったらみんな一緒だねっていう感覚がすごく強いので、はい、やろうよみんなでっていう感覚だよね。だから私についておいでよはないんだよね、うん、うん、いいんだったらみんなでやろうよ、ほらね、楽しかったでしょ、よかったでしょ、みんなどうねっていう感覚だね。みんなでやろうよはすごい感覚強い人の字と言われていて、この逆にこれは高い人いるでしょ、ボンとその水平線から上に出てる人、はい、高い人はどちらかというとやっぱりトップダウン型のリーダーシップを取りたいので、いいからついてきなさいよとかね、これはこういうものなんだから言うこと聞きなさいよとかってやっぱ言いたくなる人でもあるんですよ。これもどっちがいいとか悪いとかじゃないですから、この特性を自分がみんなと一緒にどう生かしていくかってことが自分の良さを生かすことにつながるよねってことになるな。それからね、幸福の福という字の、作りの方なんですが、横線一本引いて口ってありますよね。でその下に田んぼっていう字が書いてあるんだけども、どっちも左上をつけてるんですよ、きっちりと。うん、はい、確かにそうですね、つけてますよね、うん、でこれはいわゆる教わった字なんだよね、子供の時にこうやって書けよって言われた字だよね。でこれはやっぱり守ろうとしてる気持ちがあって、どういうことかというと、決まりってありますよね世の中に、はい、ルールがありますよね、うん、それって守んないとダメじゃないですかっていう思いがすごく強いんですよ。へー、従って自分の中に何か決まりを決めてるとか、私ってこうなんだよねって思うと、それに対しては非常に強い執着心を持ってます。それなくしたら私じゃないしみたいな、結構頑固なまでにそれは持ってるところがあるね。だからいわゆるあなたの自分の中のルール、はい、それが分かってる人はすごくあなたと付き合いやすいし、はいはい、分かってない人は
分かんないね。どっから入っていいのか分かんないかもしれない。確かに、うん、それをまたオープンにしないとさ、はい、周りは分かんないわな。あ、それとね、今の言った福という字の、はい、口という字と田んぼの字の右側、今度右側の片側のこの角のとこね、はい、これカクッと書いてるんですよ。丸く書かないで四角く書いてるわけですよ、角を出して、はい、これを書く方というのは行動面でも同じなの。これも教わった通りじゃん、はい、ね、こうやって書くもんだから書いてるわけだよ、うん、行動面もそういうとこが強くて、だってこれってこういうもんでしょって言ってその通り動く。だから今やってるコスプレの世界なんかでも、自分の中にあなたの場合はなんか決めてると思うんだよね。あ、でこのラインからは出ないよって。でもそれが分かんない人は何でもかんでも自由奔放にやってるというふうに見られてしまう場合もある、はい、その人とは多分話が合わないと思う。あなたは自分の中で自分納得する一つの決まり事を作って、はい、その中で自由にやってるんです。そういうところがね、こういう字を見てると面白いなと思って、まあ、分かりますね。うん、あとは美しいという字の上の部分の横線、はい、あるいは様子の様っていう字の横線が均等に書かれてるんですよ、うん、感覚が。そうですね、でこれは偶然均等にならないんだよね。幸福の幸せっていう字もそうだよね、うん、均等にならないんだよこんなの。偶然にはあなたは無意識の中でこれをコントロールしてるんですよ。何かというと自己コントロール能力です。あ、へー、これは均等に100問だと思ったらもう無意識にやってるんですよ。普段の行動でもそういうとこがあるだろうなと、うん、うん、はい、だからいやこれは私らしいのはここだから、これコントロールしなくちゃっていうことをやっていて、だから例えばある感情がこう高まりがあった時に、ある人がこれってさ音楽で言ったらこんな感じだねとかさ、こんな色だよねとかっていうものに対してはあなたはついていけないとこなんですよ、うんうん、翻訳しないとダメだから一回、あ、自分の中でその感覚を、はい、翻訳してこれってこう言ったらいいのかなとかって結構考えるんですよ。あ、確かに。どうやって表現したらいいのかなと考えるの、はい、でもパッて言う人ってそんなこと考えてないの、うん、その状態をバッて言うだけなんですよ。だからほらこんな感じどう伝わるとか言うんだけど伝わんないよね。でもその人はそういう伝え方をしたいわけですよね。これも得て増えてじゃない。これ真似したってあなたの場合は違うと思うから、はい、真似する必要もないし、はい、彼らが逆にそれを翻訳して言うって必要もないんだよね。でもそれぞれがその得意な分野を持ってるよねっていうことですね。あとはね、この限られた枠の中で結構あなた大きな字書いてるんですよ、はい、堂々と。確かに大きな字を書く、もちろん若い人はその傾向が強いんだけども、はい、この大きな字を書くということはどういうことかというと、とにかく行動しようよって話だよ。まずはさ、うん、動いてみないと分かんないじゃんっていうのがあるの。でこれだけ見てると自由奔放に動くように見えるんだよ。ところがさっき言ったように、いやいやそうは言っても私決めてるしみたいな。でもこれはみんな分かってないかもしれない。でも自分の中でそれ決めてるしみたいなところがあるね。へー、だからそれ以上に、はい、例えば極端に言えば、うん、0から1を作るよりも1から100に行く方があなたは得意なはずなんですよ。はい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 、そうでしょ、はい、0から1を作るって全く違う能力が必要になっちゃう。はい、全然想像つかないです。そうだよね、全然わかんないです、ね、でもあなたは1から100に行くのはできるんですよ、はい、だこれが自分の特性を生かすことだろ。へー、単にさ0から1になる人を見てさ、はい、いいな私もって言ってもそれはその人に要求されてないかもしれない、はい、もともと得意なもんじゃないかもしれない、はい、それはその人に任せればいいんだよ。で自分は1から100までやるぞ、行動もするぞ、ある程度決まり決めてやるよ、みんなでやろうよっていうところが強いんだから、はい、それが自分の特性を生かすやり方でしょ、はい、ね、世の中には0から1が得意な人もいるんですよ。でも1から100はちょっとなあと任せるよっていう人もいるんだよね。これはそれぞれその人それぞれの得意な分野だから、うん、知ってればいい、知らないと活かせない。うーん、そうだろ、はい、だって何の道具持ってるか分かんなかったらさ、どう使っていいか分かんないじゃん。うん、まあそういう、そういうこと、はい、あとは、はい、これについては書くときに縦書き横書き何も指示してないんだけども、はい、あなたは自動的に横に書いたんですよ。そうですね、はい、縦書きの発想なかったです。ないでしょ、はい、でもさ横書きってさ、日本語の場合書く場合に縦書きの方が楽な字なんですよ、日本語ってのは、うん、そうするとね、なんで横にすんのって言うと、私横が好きだから、横書きがいいから、うん、私いいから、はい、私これが好きだから、はい、要は自分の価値観でものをどんどん決めていくものが元々あるんですよ。楽だろって言われても、いや楽かもしれないけど私こっちがいいのっていうことで行動する、はい、というところがあって、理屈いらないし、はい、みたいなのがあるんだよね。
だからこれも一つの特性だよね。だから自分で気に入ってることがこうなんだなって自分で分かったら、だから動けたんだな私ってってことを分析していくと、じゃあどの部分だろうってことを考えながらいくことによって、それがもっともっと、例えば一つの言い方をすれば高いスキルとか専門性とか、うん、そういったものを磨くことにつながっていくよね。どう、そういうの関心ない？あります。そうだろう、はい、ということになるんですよ、はい、これはいろんな要素を組み合わせていくとそういうことが分かってくるよねってことなんだよね。ということは、あなたがこれから伸ばそうと思ってる専門性はどこにあるのとかさ、はい、どういうところで伸ばしたら自分でいいなと思うのってことにだんだん理屈をつけていくようになってくると分かってくるじゃない、はい、といろんなものを迷わないで、うん、私はこれなんだよね、こういう社会がいいんだよね、だから行くんだよね、でいいの別に分かっても分かんなくても私これがいいからっていうことをどんどん進んでいくと尖ったものになるじゃん、はい、うん、っていうことを自分で選べるよねってことなんだよね。自分のことが分かれば、はい、分からないと他に成功した人の真似をしてみたり、はい、確かにやっちゃうんだよ、はい、現に成功事例が目の前にあるから、はい、でもそれはその人が持ってる特性とあなたの特性がもし違っていたら、はい、苦しいよねきっと、うん、そんなの真似したってさ、そういうところがね、まあ、字から分かるなっていうことなんだけども、はい、まあ、今日いくつか申し上げたんですけども、はい、いかがでしょうか。なんか本当すごい当たってて、はーすごいってしか言えなかったんですけど、私自分のこといまいち理解してなかったので、すごい今後の参考になるなっていうか、自分がこういう人間ですって知ることができてめっちゃ良かったです。良かった、はい。いやもう本当にね、おっしゃっていらっしゃって、そのすごく、あ、そうなんですっていうところがたくさんあったのかなというふうに見受けたんですけど、いや本当に自分を知るいいきっかけになったことは嬉しいですよね。当てはまるところしかなかったです。はい、なおですね、この分析につきましては、まあ、菊池さんがよくおっしゃってらっしゃるように、まあ、参考にするものであって断言するものではないので、そこだけはご注意ください、はい、では最後に北野詩織さんから告知をお願いいたします。はい、北野詩織のリアルドライは、ここ市川占い FM で、はい、毎月第2、第4日曜日のお昼12時から放送しています。女優の佐藤美久ちゃんと一緒に楽しくやっているので、よかったら聞いてください。でその、私のコスプレの活動の様子はツイッターのshiorin523 というアカウントにたくさん載っているので、もし興味がある方はよかったらチェックしてください。よろしくお願いします。素晴らしい、ということでね、うん、ありがとうございました、はい、ラジオでそしてコスプレイヤーとしてもすごく活躍されていらっしゃるということで、はい、これからも応援しております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回のゲストは人気コスプレイヤーの北野詩織さんでした。北野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたでしょうか。いや、やっぱいろんな方にですね、はい、筆跡の分析とか、あるいは言葉ね、うん、心の奥底にある意味とかね、やっぱり注目してもらいたいなと思うし、はい、まあ、もしこういうのにご興味があればね、はい、ぜひご連絡いただきたいなと思います。うんうんうん、本当に言葉って無意識に出てることもあるので、はい、字も同じなんだけど、はい、ちょっと今も話もしたんだけども、自分が持ってる個人特性とかを持って、はい、一つの道具なんだよね。うん、ところがさ、道具にぶら下げてさ、いやこれいい道具なんですよって、もどうやって使うんですかって、いやそれは分かんないんですよって言ったら、これしょうがないだろ。確かに、まず何を持ってるか知って、この道具を何に使うのか、どこで使うのが一番得意分野なのかってことを知ってるとさ、使えるじゃない、はい、ね、でもさ、持ってる道具も分かんないし使い方も分かんないって、それはもったいないよな。そう、ね、ということをね、僕はいつもつくづく感じるので、はい、そんなことのお役に立てると僕はすごく嬉しいなと思ってるんですよね。ね、今日来ていただいた北野さんもすごく、すごい分かりやすいですっておっしゃってましたけど、今の一文で本当だね、はい、ご自身のことやっぱりまだお若いというところもあると思いますが、なかなか自分を知るって、いやもうこれはもうないんですよね、意外と、ね、誰もあります、そういうところは。うん、
なのですごくねいい機会になったんじゃないかなという、そうであればありがたいと思います。はい、はい、で本日ゲストで来ていただきました北野しおりさんですね、ラジオ市川うらら FM で毎月第2第4日曜日お昼12時から北野しおりのリアルドライという番組パーソナリティ務めていらっしゃいますので、ぜひ皆様お聞きいただければと思います。よろしくお願いいたします。そしてこの番組へのご意見ご質問ご感想などお便りをお送りいただきますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。